Rest of my ammo from the hollow in your eyes. Just
君。私、なんか珍しくないですか？先輩がどうかしました？いや、特にないんだ。ははーん、先輩もしかして寂しいとか？おいおい、からかってるのか？いえ、ちょっと行ってみただけです。どんなやつなんでしょうね。やっぱタルタロスにいるんですかね。さあな。ちなみに私は決めましたよ。行けるとこまで行ってみます。迷ってたってしょうがないし。これが聞きたかったんでしょ先輩。まいった。先輩って結構。私は別に迷ってるわけじゃない。霧城も落ち着きを取り戻しつつある。卒業後はグループをいずれ率いるための準備を始める予定だ。もともと私に引き返す選択肢はない。死んじゃってもですか？もしニュクスを倒せるならこの命と引き換えてもグループは残る。意志はまた継がれていくだろう。倒せない存在ってことらしいですけどね。でも本当のところどう、死ななそうって言ったら私たちのとこのあいつだってそうじゃないですか。確かにな。体にデスが宿っていた影響とはいえペルソナ能力も別格だ。彼って不思議なやつですよね。そうだな。でももしもなんとかなんなくてもみんなと一緒なら私はいいかな。極論言うと結果が生きるか死ぬかは実は重要じゃないのかも。要は満足してそこへ行けるかってことなんじゃ。ニュクスに立ち向かうって選択なら私きっと満足できると思う。亡くした父さんのためにもか。うん、確かにそれもきっかけだけど。そう決め。そうか。先輩、前に私に一緒に来いって言いましたよね。忘れてないで。忘れるわけない。一緒に行こう、ゆかり。はい。Never felt like thinking it was fair.
方が。母親の墓参りかと思ってたかな。真田さん、いいのかここで。はい。でも今母さんに何を報告するのかって考えたら、僕はまだやることが残ってますから。ああ、今シンジに告げに行くことは何もない。俺にはまだやることが残ってるからな。決して勝てない敵か。どんな相手なんでしょうね。さあな。だが関係ない。俺はもう目を背けないと決めたんだ。どんな相手だろうと変わらない。まずはこの目で見てやるさ。まずは見てやれか。そうですね。一緒に行きますよ、僕も。I'm gonna put you in a-
帰ってきたか。君か。